ベルリオーズ序曲、ロブロイ作品3は、フランスの作曲家、エクトル・ベルリオーズが1832年に、ローマで作曲した、還元楽曲である。なお、オリジナルの表題は、イントラータディ・ロブロイ・マグレゴールと、イタリア語で書かれている。本作は、演奏海用序曲であり、オペラ自体は存在しない。ベルリオーズが、ウォルター・スコットの小説。 ロブロイにそうを得て作曲したものだが、マグレガーの名前は1831年にパリの劇場で初演されたジョセフ・ムーアの二幕のエピソードスコットランドの三人マグレガーに由来している。1833年4月14日にパリ音楽院ホールにおいてフランスワーブネックの指揮によって行われた。しかし、初演は不評のうちに終わった。また、アカデミーからも かなり厳しい評価が下された。ベルリオーズ自身も、これは長くて散漫な曲になった。中略聴衆には受け入れられなかった。会場から出るとその日のうちに焼却してしまったと記述している。しかし、彼の死後にこの作品の原稿が発見され、ブライトコプフ版の全集に加えられた。この曲の中の美しいコーラングレの独奏する、旋律は、 その翌1834年のイタリアのハロルドの主題として使われたのである。三部構成約13分。ありがとうございます。